ガイ・フォークスデーの今日、イギリス各地では花火が打ち上げられていることでしょう。この試合は私西岡明彦と福西崇史さんでお送りします。本日の試合はボルシア・ドルトムント対バイヤー・レバークーゼンのカードです。ドルトムントの今日のコンディションはどうでしょうか。今のところチームにとっては想定通りのシーズンでしょう。結果もついてきていますし、望んでいた順位につけています。このままならチャンピオンズカップ出場も叶いますが、まだシーズンは前半戦。この先もたくさんのドラマが待ち受けているでしょう。ボルシア・ドルトムントの戦術、ゲーゲンプレッシングは世界中を驚かせましたね。はい、攻守の切り替えスピードは世界一でしょう。数々の強豪チームが餌食になっています。こちらがボルシア・ドルトムントの先発メンバーです。一般的な 4-3-3 も採用しました。3トップの連携が重要なシステムです。こちらがレバークーゼンの先発メンバーです。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。前半が